友人ファーマは、マサチューセッツ州ボストン生まれのアメリカの経済学者。シカゴ大学ブースビジネススクールの教授であり、専門は、金融経済学、特に、ポートフォリオ理論と資産価格である。効率的市場仮説を明確に示したことで、有名である。2013年に、ノーベル経済学賞を受賞。効率性の段階をリーク型、以前の価格は、 市場予想の助けにならない。セミストロング型、公に公開された情報はすでに市場に反映されている。ストロング型、会社内のみで握っている未公開情報を含むすべての情報はすでに株価に反映されている。ザ・ジョイント・ハイポセシス・プロブレム1984年の論文では、先物為替レートの期待変化と実際の為替レートの変化が 理論的には、性の相関を持つはずであるのに、負の相関を持つという実証的事実を発見する。これは、カバーナ資金利陛下のパズル、または、フォワードプレミアムパズルなどと呼ばれる。ありがとうございます。